これは問題です。皆さんどうもこんにちは、キャベツです。最近のポケモンのデザイン、昔と比べてだいぶ変わったと思いませんか？初期のデザインはより動物らしく現実にいそうなデザインのように思えましたが、まあモチーフとなる動物のネタも切れてきたこともあってか、正直造形はある程度今までのポケモンをもじって、あとはカラーデザインで差別化しているような気もします。そのためかネットでポケモンデザインと調べてみると、劣化、広いなどなど辛辣な予測をしてくれます。僕自身も最近のポケモンのデザイン、個人的にですけど昔に比べると愛らしさというか親近感的なものが薄れて、悪く言えば好きじゃない。なのでポケモンのデザインが実際劣化しているのか、いろいろ調べてみました。まず SNS をはじめいろいろ調べてみた上で、最近のポケモンデザインに関する皆さんの意見をご紹介。デザインが複雑化、これらをまず考察していきます。デザインが複雑になった、これ確かに思いますね。本当に初期の頃のポケモンは本当に実際の動物をモチーフにしたポケモンが多くいたわけですよね。つまり我々が知っている動物の造形に近いポケモンにすることで、見たこともない造形のポケモンよりも新規の情報が少ないので、複雑な見た目になっていないと認識できます。ポケモンの種類は現時点で890、初めの頃はみんな知っている動物のモチーフにすればいいですけど、890匹も作ってりゃ絶対モチーフのポケモンは被ってきます。でそこでさらに既存のポケモンとの差別化を図るために色や造形をいじる、結果どんどんと実際にいそうなポケモンから架空のポケモンに変わり、イコール複雑化していっているのかと思われます。極端な話、あと5世代後ぐらいのポケモン、めちゃくちゃ複雑になってると思いますね。造形の差別化が無理ならカラーで差別化しますけど、それでダメならもう本当に架空のモンスター作るしかないですから、より複雑で情報量の多い見た目になるんじゃないでしょうか。その結果バリエーションに限りが出てきて、実装されたのがメガ進化やウルトラビーストなんかでしょうね。ポケモンという概念にプラスアルファした存在として作り出すことで幅を広げたはいいものの、ポケモンはやっぱりベースのポケモン色が強いので、やはりこういうのは異端児扱いされてしまいます。それに実際のデザインは結構個人的にですけどひどめだと思います。デザインもめちゃくちゃ複雑化します。その実初代ポケモンメンバーのメタモンと最新ポケモンの無限ダイナさんを比べてみると、その複雑さは明瞭。比べる対象が極端すぎるかもしれませんが、こうしてみるとメタモン、お前手抜きじゃねえかとすら思えてきます。しかしメタモンを横に置かずとも無限ダイナ複雑すぎませんか？本当にモンスターですよね。これは極端な比較ですが、ポケモンのデザインが複雑になっているのは事実。それを裏付けするかのようにポケモンのデザインの複雑さを数値化するといったサイトを見つけたので、ちょっとご紹介します。まず初代ポケモンのメンバー不思議種を用意。不思議種を線画状にした後、線を黒塗りしてシルエット状になった画像の不思議種をピクセル数で割ってみると数値が出ます。この数値を仮に5としましょう。このやり方で無限ダイナも計算すると数値がなんと50になります。つまり不思議種の10倍複雑と言えるわけですね。つまりデザインが複雑になっているという意見はあながち間違ってはいないんですね。複雑になればなるほどモンスター化し、初代の頃ドハマりしていたプレイヤーたちが初代と比べて全くデザイン性が異なる今のポケモンを見て劣化と言ってしまうのは無理もない気がします。実際普通に見てこれなんかおかしいとかダサいと思えるポケモンは昔に比べて多いのも事実。ソードシールドの御三家の最終進化とか正直ひどいです。お前だエースワン。一方でインテレオンは二次創作が大量制作されるほどに人気。まあ最近のも大概ですが、割と昔のエビワラをはじめとする格闘系も結構ひどい見た目してますよね。デザインが複雑化しているのは事実ですが、デザインが劣化しているのかと思えてしまうのはやはり世代別に格差はありますね。全体的に丸い。デザインが複雑でカラーリングも派手になり、情報量が増えた一方で逆にデザインが丸い、つまり情報量が少なくなったという例も存在。この丸っこさを例えた画像がこちら。左が初めの頃のポケモンで、右が最近のポケモンたち。この画像では主に足について指摘してますね。ロコンと同じ枠のゾロアの比較を見ると、ゾロアの足がピンピンに立ってるのがわかります。これは確かに動物らしさが薄れてマスコット化しているのかと思われるのも確かですが、同じ鳥枠のポップが実際の動物的な足をしている一方で、ややこまは細くてシンプルな足になっているっていうのは対照的じゃないと思います。実際ややこまみたいな足の鳥その辺にいますからね。めちゃくちゃ速く走るあの鳥、名前は忘れましたが、翼に着目した場合はさらにわかりやすいです。左が初期ら辺のポケモンで、右が最近のポケモン。右側のポケモンたちの翼の方が全体的に丸みを帯びているのがわかります。最近アニメポケモンのサトシも圧倒的に丸みを帯び始めたので、この件については親しみやすさという点が大きいのではないでしょうか。という点では亀の手という最近のキャラながらもリアリティを求めすぎて逆にポケモン感がなくなり、親しみやすさがなくなったというような意見が出るポケモンもいることから、やはりポケモンをプレイするターゲット層を理解した上での多少のデフォルメは避けられないものなんじゃないでしょうか。幻のポケモン枠もそうですが、初めのミュウはシンプルで丸みを帯びていましたが、シンプルでした。しかし最新のポケモンゼラオラ、こいつは許せない。
名前も個人的にめっちゃ広いと思ってますけど、全体的な獣感は残しつつも細部はどこか丸い印象を受けます。というよりこの顔もポケモンというよりデジモンですよね。あとなんか見た目の情報量が多くてしんどい。というよりそもそもデザインがポケモン感なさすぎてひどい。その点マーシャローという最近の幻ポケモンはゼラオラよりマスコット的キャラ、全体的に丸く情報量は少なく、まさにグッズ販売に適したフォルム。しかし丸みを帯びた幻ポケモンというのはなんだか威厳というか神秘さがなくて残念にも感じます。昔の幻伝説ポケモンは威厳や神秘性を感じさせる見た目で、ゲットした時は嬉しかったものですが、こうも見た目が丸いというか神秘的でもなければデザインもかっこ悪い。テラキオンお前だよ。まあ結果今のポケモンは丸くなった、マスコットみたいになったっていう感想が出るのも無理はないんでしょうかね。ピカチュウと同じ見た目をしているいわゆるピカチュウ枠はそもそも最初のピカチュウから複雑ではなく丸い印象を与えるデザインでしたが、こちらもやはり世代を重ねるごとにデザインが複雑化していき、さらに丸みを帯び始めています。ピカチュウピチュウプラスルマイナンパチリスエモンガと進み、デデンネから突然のずっしり感、そしてトゲテ丸、個人的にはデデンネの方がトゲテ丸感あると思います。こうしてみるとピカチュウやピチュウなんかに比べるとトゲテマルやモルペコはまさにキーホルダーとかにぴったりですよね。パチリスとかキーホルダーにしたら痛そうですから、世代ごとに丸みを帯び始めたのはグッズ展開の多様性を考えた結果というふうにも考察できます。しかし私こんな画像を見つけてしまいました。デデン、こちらポケモンの金銀のボスポケモンたち、見てください、ほぼ全員丸みを帯びております。デザイン自体は簡素ですが、逆に言えば手抜き感が凄まじい。丸みを帯びているからといってデザイン自体は最近の方が完成されているという考えも持てそうなほどに脱ポケモン化。これに限らず昔のポケモンにも丸みを帯びているポケモンはいるじゃないかと感じる人も多いでしょうが、最近のポケモンはその比率が高く、さらに色や装飾で複雑な見た目になってます。もう正直これは劣化といって差し支えない気がしますね。どうしてこうなったのか、なんやかんやいろいろ浅い考察をしてみましたが、そもそもなぜ昔と今でこうもポケモンのデザインが違うのか、大きな一因としてメインデザイナーの担当が変更されたからというところが大きいと思われます。初代から金銀までメインデザイナーとして担当していたのはゲームフリーク取締役の田尻さん。彼はですね、幼少期昆虫博士だったようで、その世界で得た生き物の身体構造の合理性が初代ポケモンたちに宿っていたのでしょうが、実際今見ても昔のポケモンの造形はバランスがいいです。しかも実際にいそうな造形をしてます。彼が担当していた金銀までの御三家と今の御三家を比べてみると、やはり昔の御三家の方が圧倒的にバランスがいい。動物的特徴というか、そのポケモンが実際いたらどういう風に生活しているのかという想像がつきますが、現在のポケモンデザインは綺麗ですが動物感が薄いし、ブラックホワイトあたりから騎士感を覚えるポケモンも多くなりました。まあ動物感という一つの枠の中で話さずとも、デザイン的な観点から見てもやはり昔のデザインの方がいい。まあひいき目があるんじゃないかと思って考えてもみましたが、初代にツンズツンデやズガドーンなんか出てきたら普通にひどいデザインやなと思ってしまいますからね。伝説ポケモンも赤緑金銀はシンプルでかつかっこいい。ルビーサファイア以降の伝説ポケモンも並べてみると突然ゴツゴツ感が増したと思いませんか。見た目はかっこいいんですけど、ただパルキアとディアルガ、こいつらいつ見てもバランス悪そう。そしてサンムーン、こいつらは本当にひどいです。ソードシールドもゴツゴツすぎて、なんなら身ぐるみ剥がしたらほぼ同じデザインちゃうのと言いたくなる。デザインするのめんどくさかったんでしょうか。金銀以降明らかにデザインの方向性が変わったポケモン、やはり初代からプレイしている身としては違和感しかありません。今回考察と言いながら結構愚痴みたいなことばっかり言いましたが、皆様はどう思うでしょうか。気になるのでぜひコメントをください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。チャンネル登録をすると広告収入が入る。